ただいまご紹介をいただきました日本国際交流センター理事長の渋沢健でございます。本日はご多忙のところ大勢の方々にお集まりいただきまして本当に誠にありがとうございます。本日は代表補助人の小林さんをはじめ大勢の補助金の方々にこの会を設けていただきまして本当に心強くまた本当に大変光栄に思っております。誠にありがとうございます。 あとここではたくさん日本の国際交流センター、JCI のことを過去40年ぐらい、いろんな形で支えてくださった方も大勢いらっしゃいます。ですけど、ここの中には私の知り合いも結構おりまして、それで日本国際交流センターで実はあまり接点がない方々もいらっしゃるかと思いますけれども、そういう方々も含めまして、JCI のことを知っていただきたいという気持ちもございますので、本日、お忙しいところどうもありがとうございます。 いろいろなさまざまな方々が今日いらっしゃいますけれども、おそらく思いというのは、ああ共通してるんじゃないかと思います、それは日本が変わらなきゃいけないというあの思いじゃないのかなと思います、これは実は山本が40年前、日本国際交流センターをま立ち上げたときと全く同じまあビジョンではないのかなというふうに私は思っております。 まあ、あのその後日本というのは、まあ、高度成長を経験しましたででそういう意味ではその間にこう、まあ、いろいろなレールが引かれたと思うんですねで今の時代になってみますとそのレールというものをが、まあ、実は存在しているのかという若手の世代も結構いるかと思いますですからここから私が思うのはこれから日本の新しい成長新しい時代を開くためには我々一人一人が自ら新しいレールを引く ことを意識してで実際に引かなきゃいけないのかなというふうに思っております。ですからまあこれからのグローバル時代のまあ JCI が掲げるまあビジョンということはやはり新しい日本を開こうとというあのビジョンでありましてでこれは40年前であろうが今であろうがまあそれは変わらないと私は思っております。あの山本は40年前に日本国際交流センターを立ち上げたときにはですねなるべくあの自由な立場でまあ 会話したいとつまり非営利非政府の立場をつくあの,の,の,のプラットフォームということを。 考えついたと思うんですねでそういう自由な立場によってつまりいろいろなその垣根がこの世の中に存在してると思いますでその垣根をいろんな専門性のところの垣根をなるべく超えてでこういったところで,でそこでいろいろなその発見ですねこういう世界的課題があるのではないかこのような社会的課題があるのではないかというのを発見してでそこでまたさらにそこから問題定義ソリューションを提案するそのようなプラットフォームを作ったのではないかなと いうふうに思っております。で、これは JCI のミッションであると思いますし、これも。 変わらなきゃ変わらではならないものだと私は思っております。で、ここの中では例えばあのまあ現場先生といろんな政治家さんもいらっしゃいますけれども、あのまあそれはやはりそのあの根元々私が今までですね、そういうそのまあ政治の世界それから学会えまああの N P N G O まあそういう世界でやはりそのグローバル化っていうところをえまあいろんなあの格好で立場でえまああの気づいたのではないかなというふうにえ私は。 持っております。えー、あのえっ、ー、と皆さんまあ、先ほどちょっと私のことを若干あのご紹介ありましたけれどもそうあの,あの私あの山本との関係というのは私の母方のおじにあたります。えー、あの山本の えーえー、妻、愛妻千代子、まあ、5年ぐらい前亡くなったんですけれども、が私の母の妹,妹になります、えー。非常に女系というか、結節が強い,つい <laughs> 家庭ですね、実はそこら辺に私の母の姉と妹が、そこら辺にしっかり私のことを監視しておりますし、む、え、し、ーまあ、ろにおじあの一番上の兄のおじもいます。えー、ですからあの、私は小学校に、まあ、日本で生まれて小学校2年間、海外で,したんです育ちました。 けども、まあ一つの家族としてまあ育ったまあそのような感覚でありました。で、私が日本に帰ってきたのは1983年の暮れだったんですけども、その時は私は帰国子女だったので、まあ。 日本社会に使い物ならならかっったた人間だったんですね当時でその時に山本がまあしょうがないからまあセンターで勤めてみればどうかと,ということでまあ2年間ぐらい勤めさせていただきましたですからご紹介紹介あったようにですね私の日本社会の初めての経験というのは NGO 日本国際交流センターであったんですねでその後ビジネススクールに NBA を取りに行ってまあインベスメントバンクヘッジファンド皆さんから見るともしかすると悪の根源みたいな <laughs> <laughs> そのような世界ですねですからノンプロフィットからエクストリームプロフィットまでこうかこじう <laughs> を切ったわけでございますけれどもですけど私から見ると別にそこはこちらの世界も分かってましたしこちらの世界も分かっているつまりその垣根っていうのは実,は実は私は感じてない存在でありますですから私という人間はそらくですね垣根っていうのは感じない人間つまり日本でもいましたけどアメリカに育ちましたプロフィットノンプロフィットあと先ほど若いというホーム 言葉をいただきましたけれども、えー、皆さん大勢のメッセージはまだ若いですけれども、えー、まあ、大勢のメッセーと結構おじさんになっちゃってるんですね。<laughs> ちょうどそのまあ,あの高度成長をしている世代と。 高度成長を知らない世代のその真ん中の,あの垣根のところにいる私でございますですから自然的に私というのはその常にその垣根を越えるというのが自分にとってえまあ自,然の自然体なんですでそれは自分はいいんですけれどもだけど渋沢さん何考えてよくわからないなと, <laughs> というふうにまああの思われるのがまあ私のまあ一つの何てうんでしょうその弱点ではないのかなというふうに思っておりますでそのようなあの弱点を抱えている私でございますが これからの JCIE がどのような役目をこれから日本の世界で果たすべきかということを簡単にご紹介最後にご紹介させていただきたいと思いますが私が思うには <laughs> あの JCI が今までやってきたことというのは非常にこう専門性が高い方々が非常にディープな話をして世界が専門性が高い世界があったと思うんです。それはこれからも絶対,絶対必要な世界であってその専門性の高いところで垣根を越えて先ほどお話したとおり問題定義をするそれは絶対必要だと思うんですね。同時にですねですけどそこの知見を どうやってこう広めるかっていうことがもう一つの大きなこれからのミッションじゃないのかなというふうに思っております。私は2008年にそこにいる E と一緒にコモンス投資という会社を立ち上げました。これはです、ね、一般個人向けの資産運用をお手伝いする まあ会社です、えー、我々の顧客っていうのは30代40代つまり未来志向を持っている方々なんですねでこの過去3年間私北海道から沖縄までこう回りますといろいろな立場の方々いらっしゃいますけどもそれぞれやはりこう未来に対して希望を持っている方々っていらっしゃるんですね。 地方いいろんなところですす北海道から沖縄いますででそういう意味ではそういう方々をいかにこうまあ前ですと東京だけを向いていればよかった時代からまあ直接こう世界につなげるまあそのような時代に我々は入ったと思いますですからそういう意味ではまあよく言われる言葉ですけどグローカル。 という言葉ですねこれは一つあのあの、まあ、これまでも日本国際交流センターはそういう、えーまあ、取り組みをしておりましたけどさらにそういう意識を持ってですねここでせっかくある素晴らしい知見というのをもっと広めてでそれを広,広まないとやはり新しい時代というのは開けないのではないのかなというふうに思っておりますので、まあ、そのように私は努めたいと思っております。あとまあ私の場合は、えーえーまあ 先ほど経済同友会というご紹介がありましたが、確か2002年ぐらいに入会させていただきました。<laughs> ででそこで私もそこにすごく感じるのは、まあ、あの経営者の方々も、まあ、やはり当然ながらあの自分たちの会社社会の未来志向を持っている素晴らしい方々たくさんいらっしゃるんですよねであの私から見ると日本国際交流センターと企業っていうのはもっとたくさん一緒に、まあ、過去もありましたけどもっとたくさんことができるんじゃないかなというふうに思っておりますでこのの文脈というのは 企業が社会に対して何かこう社会貢献しましょう CSR とかそういうことだけにとどまらないでですねどちらかと言いますと私は思うのはその CSR とかそういう社会あの活動というのはコスト ではなくて、その企業が未来の持続性の価値を創造するために必要な投資だと私は思っているんですね。で、その中で一番大切な投資っていうのは、明らかに人材じゃないのかなというふうに思っております。ですから、まあ、あの、J. C. I. が取り組んできたところは、政界、学術界、エンジンオーのある意味でグローバル化ということを。お手伝いしたっていうこと、私は理解、え、思っているんですけれども、これを、えー これからの日本企業の経営トップになるようなレベルの方々にも同じようなプログラムということをご提案できないのかなというふうに思っております。でそうすると、またそこでまた新しいこう新陳に対して新しいこう動きというのは出てきてくるんじゃないかなというふうに思いますので、そういう側面からもぜひこれからの JCI をよろしくお願いしたいと思っております。最後になんか こう締めの言葉が必要だなと思って先ほどから考えてたんですけどそ大勢の方がいらっしゃってもう頭が真っ白になってしまいましたですからまあかっこいい言葉というよりまあこれからもう本当に私たちのビジョンというのは変わりません、で私たちのミッションというのは変わらないんですけどもより多くいろいろな方々から参加していただいてより良い j c i より良い日本社会世界を作りたいと思いますので皆さんもどうぞよろしくお願いします。今今後とともどううぞよろしししくお願いいまます今日は本当にありがとうございました <laughs>